こんばんは、フィノラボの柴田です、皆さんこの金融分野での量子コンピューターのシリーズも今回で11回目ということになりました。本来ですと、そろそろ皆さんに会場に来ていただいて、このセミナーを行いたいというふうに思っていたのですけれども、残念ながらまた緊急事態宣言ということで、このここフィノラボから無観客でお送りしています。で、思い起こしますと第1回目が2019年の8月18日ということで、もう2年ぐらいこのシリーズ続けていますけども、第1回目の時に、まあ、今日お話しいただく港さんに来ていただいて、量子コンピューターをめぐる状況というのをお話しいただきましたが、だいぶまたその時から状況変わっていますし、世間の注目もだいぶ集めるようになってきているということで、今日は3つのパートに分けてお話をいただくことになっています。最初のパートは量子コンピューターをめぐる変化ということで、特にその金融分野で注目がされていたと、来ているというようなことで、まあその金融計算の最新動向という中で、まあ量子振幅推定というあたりのペーパーもいろいろ出てきているというようなお話をしていただきます。それから2つ目のパートでは、フランスの量子コンピューターのスタートアップであるクアントファイから田中さんに来ていただいて、クアントファイのお取り組みを紹介いただくと。で、本国パリにいるケビンさんの方からプレゼンを、まあ英語になりますけども行っていただくことになります。そしてパート3のところでは、最近東京大学の方で量子コンピューターの研究を進めるということで、寄付講座が始まっています。港さんの方が中心になられているということで、その辺の講座の状況についてもお話しいただく予定にしております。まあ1回目にお話しいただいたとき、港さんの会社の名前は MDR という名前だったんですけども、その後名前を変えられてブルーキャットというふうな名前になっていらっしゃいます。で、特に皆さんにお伝えしたいのが、YouTube のチャンネルで、ブルーキャットの専用チャンネルというのを設けていらっしゃいます。で、まあ、ちょっと見ていただければわかりますけども、非常に頻繁に、量子コンピューターの業界動向であったり、新しいスタートアップがこんなことを始めてますとか、日本の置かれた状況とか、いろいろ情報発信をされているので、量子コンピューターについてご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。で、まあついでに行きますと、我々もフィノラボチャンネルというのを作ってまして、今YouTube ライブはこのフィノラボチャンネルを経由して、ご覧いただいているかと思います。で、ここではフィンテック関連のいろんな情報を上げてますし、それから、まあ、量子コンピューターの、シリーズにおいては、毎回ビデオをこの、YouTube チャンネルの方に上げているということで、まあ、今回も編集したものを上げる予定ですので、お見逃しになった方が周りにいたら、ご紹介いただければと思います。まあ、ついでにフィノラボチャンネルにご登録いただけると幸いかなと。港さんのところのチャンネルは登録者が2000人超えたそうですけども、我々はまだ1800人を超えたというところで、もう一息頑張らなければいけないなというふうに思っていたりします。それでは今日のスピーカーということで、港さんにバトンタッチしたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。本日ですね、まあ、量子コンピューターにおける金融計算というお題でお話をさせていただきたいと思います。
ちょっと簡単に代表略歴なんですけど、私、湊雄一郎と申しまして、ブルーキャット株式会社代表取締役をやっております。元々はですね、建築分野でやってたんですけど、2014年ぐらいから量子コンピューターに取り掛かっていて、今はですね、量子コンピューターを使うクラウドシステムというものを作っております。会社はですね、ブルーキャット株式会社と申しまして、資本金が約2億3000万円。所在地は現在東京都文京区の本郷のですね、東京大学の近くにあるんですけれども、来月からですね、渋谷区渋谷の方に移転をします。で、スクランブルスクエアですね、の方の WeWork の方に移転をします。で、事業内は量子コンピューター AI を主に行っております。で、現在ですね、世界で11社の Amazon 社の量子パートナーということで、量子コンピューターのですね、技術を、日本発信の技術をですね、世界にというふうに活動しております。で、最近ちょっとツイッターで面白いのが出てるんですけど、これですね、世界の量子コンピューターマップというので、世界中のですね、いろんな量子コンピューターの企業がですね、こうやってリストアップされていて、これを見るとですね、アメリカがとんでもないすごい多いんですよね。アメリカとカナダは、全世界の約半分ぐらいの企業はアメリカとカナダに集中していて、日本からですね、2社ぐらいトピックとして、抽出されてます。で、結構海外でもやはりですね、日本とかシンガポールとかオーストラリアっていうのも、注目され始めてるエリアですので、みんなでですね、量子コンピューターを盛り上げていければいいかなと思います。で、量子コンピューターにまつわる、ニュースなんですけど、2019年ですね、Google が量子超越を達成ということで、米国のスパコンサミットで1万年かかる計算を200秒で行ったというのがあります。また2020年にはですね、中国科学技術大学が、今度はですね、スパコン富岳で6億年かかる計算を200秒でというふうなニュースが出ております。このようにですね、今までのコンピューターと比較してですね、特定の問題ではあるんですけど、高速に計算ができるのではないかというのが量子コンピューターとなっています。で、いろんなニュースが出てきてるんですけど、最近ですね、面白いニュースとしては、これ量子コンピューター企業 IonQ がニューヨーク証券取引所に初上場ということで、ついにですね、スパックという方式で、株式公開、時価総額2000億円ですけど、量子コンピューターの会社が、もうニューヨーク証券取引所に上場する時代になってくるということで、いよいよですね、技術開発も本格化してきたというふうになっています。で、あとはですね、弊社もですね、海外を中心に最近は活動しているので、国内ではちょっと珍しいニュースっていうのも結構あります。で、その一つがですね、進む量子コンピューターの小型化ということで、量子コンピューターで非常に大きなものという考えがあると思うんですけど、例えばですね、初上場を果たす IonQ に関しては2023年にですね、サーバーラックマウント型の超小型量子コンピューターをリリース予定と。あとはですね、オーストリアですね、ヨーロッパのオーストリアでは、もう2021年現在に常温動作ですね、冷やす必要のない24量子ビットの19インチサーバーラックマウント型量子コンピューターがもうすでに登場しているというのがあります。で、こういうのがですね、実現すると、私たちのですね、デスクトップ型の量子コンピューターっていうのが、実はですね、10年、20年先ではなくて、もう2年後とかに登場すると。で、中国にはもうですね、2021年に小型のですね、デスクトップ型量子コンピューターが発売される予定になってまして、かなりですね、身近なもので産業化が高速に進んでいるというのがわかると思います。で、かつですね、その量子コンピューターの技術っていうのは非常に難しいものではあるんですけど、最新型のですね、次世代型量子コンピューターで今非常に話題になっているのが、既存の半導体、シリコンを使った新しい量子コンピューターということで、スマートフォンに搭載しているような普通のですね、シリコンチップを改造して量子コンピューターを作ることができるようになってきています。で、弊社もですね、現在は次世代型のこういった半導体シリコン型の量子コンピューターっていうのを国内でですね、産業として、作成するプロジェクトも進行してまして、既存のですね、半導体設備をそのまま使った新しい小型の量子コンピューターっていうのがですね、ここですね、2020年代にはですね、実現するのではないかと思います。で、量子コンピューターなんですけど、マーケットとしてはですね、非常に広がっております。で、先ほどの世界地図を見てもですね、すごい企業が増えてるんですけども、段階的な技術発展とともに市場規模が爆発的に増大します。で、一つ目がですね、量子コンピューター NISQ と呼ばれるエラーありの小型の量子コンピューターを使った、量子コンピューターの活用をですね、探るというフェーズがありました。
これはですね、量子コンピューターと既存コンピューターをハイブリッドで利用するというもので、約2015年ぐらいからですね、IBM や Google がですね、競争をして、こういったハイブリッドを使って、どうやったら高速に計算できるかっていうのを、まあ、突き詰めてきたという経緯があります。ただですね、実はこれは、あまりですね、ハイブリッドで使うと、あんま速度が出ないということが、だんだん分かってきていて、まあ、最近はですね、IBM 社や Google 社、で、Amazon 社が、まあ、フォローするのは I4Q などはですね、この2番目のですね、量子超越時代の方にすでに移行をしています。これはですね、量子コンピューターの性能がスパコンを凌駕するということで、ハイブリッドで使わないで、まあ、量子コンピューターを単体で使うことによって、まあ、スパコンをですね、超えるような遥かな性能が出せるんじゃないかということで、各社ですね、この量子コンピューターの性能をですね、スパコンを超えるというような時代に入ってきています。そうするとですね、市場規模も10倍以上ということで、2兆7千億から5兆5千億円ぐらいと見込まれていて、現在ですね、ちょうどこのハイブリッドから、このですね、量子超越時代に入り込んだというような時代になっております。で、最終的にはですね、2050年ぐらいにですね、汎用マシンといって、まあ、完全にエラーがなくなると、まあ、量子コンピューターが完成して、よりですね、多くの用途に使えるんじゃないかということが期待されています。で、量子コンピューターにはですね、実は量子っていうのは、まあ、いろんな種類がありまして、4つのハードウェアですね、覚えておけば大丈夫です。で、1つ目はですね、超伝導方式と呼ばれる IBM や Google が開発している方式で、まあ、2015年ぐらいからですね、開発が進んでいる、まあ、よく私たちがですね、ニュースで見るタイプの、まあ、量子コンピューターとなっています。で、2番目はですね、今非常に話題になっていて、まあ、イオントラップ方式ですね、アメリカの I4Q ですとかハネウェル、そして最近は欧州のですね、アルパインコンタムテクノロジーという会社が出している空中にですね、イオンを浮かして、それをレーザーで計算するというですね、新しいタイプの量子コンピューターですね。これは特徴は、まあ、常温動作、冷やす必要がなくてエラー率は非常に低いということで、まあ、現在ですね、世界中で話題になっています。で、今後はですね、光量子コンピューターというものですとか、あと先ほど説明しました、まあ、シリコン量子ビットと呼ばれるようなものが、どんどんですね、産業化を目指して、まあ、小型化を目指して、まあ、出てくるという予定になっております。で、現在ですね、私たちが使えるのは、超伝導方式とイオントラップ方式と、この2方式を使うことができます。で、実際にですね、量子コンピューターを使うためには、量子コンピューターのクラウドサービスというのを使う必要がありまして、今ですね、この量子コンピューターのクラウドサービスはアメリカの4強になっています。で、1社目がですね、IBM 社です。で、2社目が Amazon 社。で、3社目が Microsoft 社。で、4社目が Google 社ですね。で、大体このですね、4社のクラウドサービスを見てみると、まあ、世界中のですね、大体最先端の量子コンピューターを使うことができて、このですね、3段目であるハードウェアというところにですね、その IBM とか I4Q とかハネウェルとかっていうふうに書いてあるんですけど、まあこういったですね、量子コンピューターの種類をですね、ユーザーが自由に選んで計算ができるというふうになっております。で、量子コンピューターは4ステップで開発をすることができまして、一番左、量子コンピューターのプログラミングをですね、まず手元のパソコンで行います。その次にですね、手元のパソコンでシミュレーターというものを使って模擬的にテストをします。で、これがですね、ある程度うまくいったら、量子コンピューターの実機というものにですね、インターネット経由で計算を投げます。そしてですね、戻ってきたら、それをアプリケーションとして処理するというふうにしてですね、4ステップを覚えることによって、誰でもですね、簡単に量子コンピューターの開発をすることができます。で、弊社はですね、この開発全体がですね、非常に複雑ですので、まあ、簡単にアプリケーションを作るようにですね、最近はこういったツールをですね、提供しているという会社になります。で、ちょっとこの図は難しいんで、あんま細かいところは見ないんですけど、量子コンピューターのソフトウェアの開発の変遷というのはですね、3つの時期に分かれています。実はですね、歴史は結構古くて、1982年とか1985年ぐらいからですね、開発が進んでいまして、こういったですね、FTQC というキーワードとですね、NISQ というのを覚えておけばいいんですけど、FTQC はですね、フォルトトレラントクォンタムコンピューターといって、エラーがですね、訂正された理想的な量子コンピューターを指します。一方で NISQ というのはノイズインターミディエイトスケールクォンタムといって、エラーがあってですね、スケールが、サイズが小さい量子コンピューターのことを言います。で、1985年はですね、まずはですね、量子コンピューターが実現できるかどうかわからなかったので、この理想的な量子コンピューターっていうのが考えられて、ソフトウェアだけがですね、理論的に考えられました。
で、2015年からですね、実際に量子コンピューターが本格的に作れるようになってきたので、じゃあ実際作ってみようと思ったんですけど、実際にはですね、この理想的な量子コンピューターのようには動かなくて、NISQ と呼ばれるエラーがあった場合に、どうやって動かすかっていうのをみんなでですね、苦労して開発をしてました。で、実はですね、エラーがあると計算がうまくいかないということで、ハイブリッド方式といって、量子コンピューターと今のコンピューターをですね、ハイブリッドですね、交互に使うことによって、エラーを直しながら計算するということをやってました。で、これをすることによってですね、ある程度計算ができるということが見えてきたんですけど、2019年ですとか、2020年ぐらいになるとですね、やはりですね、エラーがあってハイブリッドだと、量子コンピューター本来の速度というのがあまり活かせないというようなことが分かってきたので、2020年以降はですね、Google ですとか IBM ですとか各社、FTQC というやはり理想的な量子コンピューターを作るというふうに各社ロードマップを変更してですね、仕切り直しとなっています。じゃあそんな中でですね、量子コンピューターのソフトウェアを実際に産業に使うためには、どういったところに使えるかという研究なんですけど、2015年ですね、本物の量子コンピューターが出てきてから、いろんな会社がですね、どこに使えるかっていうのを研究してきました。で、大きく分けてですね、その真ん中の列、VQE、量子振幅推定、QAOA、量子機械学習というふうにして、量子化学計算、材料に使える。そして、量子振幅推定、金融に使える。あとは、業務効率化に使える組み合わせ最適化問題。そして、機械学習や AI のこの4つに使えると。ということが分かってきました。で、金融はですね、運よくこの量子振幅推定というですね、量子コンピューターを使った金融計算のですね、キラーアプリっていうのを、キラーアプリ候補っていうのを見つけることができましたので、2021年現在もですね、この量子振幅推定というのが盛り上がっています。で、実はですね、金融計算は、後でなぜ今、2021年はですね、実は金融計算が少し盛り上がりつつあるんですけど、なぜかっていうと、実はですね、2015年、からのですね、アプリケーションの開発において、実は金融計算のアルゴリズムだけは、これハイブリッドじゃなかったんですね。なんで実は金融計算の、ソフトウェアは、理想的な量子コンピューターを想定してたものなんで、2015年から2020年の間には、この金融計算は実現されないだろうというふうにして、ちょっと先延ばしのですね、未来の計算をしてたんですね。それがですね、ちょっと状況が変わったということで、量子コンピューターを使った金融計算が非常にですね、注目されています。で、これがですね、量子コンピューター界の非常に最近あった大きな変遷なんですが、これまではですね、ハイブリッド方式というのが主流だったので、量子化学計算ですとか、組み合わせ最適化問題というところが非常にクローズアップをされていました。ただですね、このですね、ハイブリッド方式というのがあまり早くないということがだんだん分かってくると、じゃあ理想的な量子コンピューターを作らなきゃいけないというふうになってくるとですね、何が起こるかっていうと、量子化学計算ですとか、組み合わせ最適化問題に使われてた、ハイブリッド方式があまり早くないから、じゃあ本物の量子コンピューター向けに作り直さなきゃいけないよねということで、このですね、材料計算ですとか、業務効率化の組み合わせ最適化問題のソフトウェアがですね、一から作り直しになっているという状況があります。じゃあ一方ですね、金融計算はどうなるかっていうと、実はですね、金融計算運よくもともとハイブリッドじゃなかったんで、うさぎと亀のようにですね、ノロノロやってたら、気づいたらですね、トップランナーに出てたということで、実はですね、金融計算が今一番早く実現されるんじゃないかという期待が出てきています。で、金融計算ですね、量子コンピューターを使う場合には、主要で3つのアプリの3種類があります。一つが機械学習ですね。AI、予測問題や分類をします。二つ目が組み合わせ最適化問題。これはですね、取引を効率化します。で、三つ目はですね、金融のリスク計算ですね。で、この中で、量子コンピューターを使った金融計算として、今一番注目が集まっているのが、一番下のですね、金融リスク計算になっていまして、ここで使うですね、アルゴリズムが QAE というものになっています。で、この QAE っていうのはですね、クォンタムアンプリチュードエスティメーションといって、量子振幅推定と呼ばれるですね、アルゴリズムになっています。で、量子コンピューターを使って振幅を推定するという言葉の通りですね、ある答えが出る確率を効率的に求めるためのアルゴリズムになっていて、これをですね、実現すると二乗加速といって、今のコンピューターよりも二乗で速くなるということが理論的に分かっています。で、実際にはですね、こういったちょっと回路をですね、量子回路といって、
プログラミングをして回路を作る必要があるんですけど、まあ、回路を組んで量子コンピューター投げてあげると、まあ、うまく答えを出してくれるというふうになっています。で、このアルゴリズムはですね、まあ、聞き覚えがあんまりないという人もいると思うんですけど、もともとですね、量子コンピューターの教科書を開くと、まあ、検索が早くなるというグローバーのアルゴリズムというのがあるんですけど、そのグローバーのアルゴリズムをですね、ちょっと改造して、その量子振幅増幅というですね、まあ、ちょっとアルゴリズムと量子位相推定というですね、暗号や量子科学に使われるですね、アルゴリズムを組み合わせることによって、求めたい答えをですね、確率をまあ効率的に出すというアルゴリズムになっています。で、これがですね、金融計算にとってまあ非常に大事であるということが、まあ、2015年から2020年の間に分かってきてですね、まあ、金融計算はこのキラーアプリケーションをですね、実現するために、まあ、各社ですね、頑張っているという状況になっています。で、量子コンピューターっていうのはですね、まあ、そもそも粒子です、ビットと波っていうのを切り替えて計算できる新しい計算機ということで、まあ、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、一番左ですね、01のですね、粒があるんですけど、こういった粒をですね、一回波に直します。で、その波はですね、実は波っていうのは重ねることができるので、こうやって重ねちゃいます。で、ここで計算をして元に戻すと、まあ、0と1がですね、こう答えとして出てくるというふうな新しい計算機になっています。で、今回のですね、金融計算で使うような計算っていうのは、重ね合わせとかもつれっていうですね、量子コンピューターをですね、学ぶと必ず出てくるんですけど、このですね、重ね合わせやもつれをうまく使って、金融のリスク計算をしてしまうというものになっています。で、これ左側にオレンジ色の01と右側にですね、ブルーのですね、01があるんですけど、これですね、左側1個、右側1個の量子ビットと呼ばれるものを使うと、00011011というですね、4つの計算を1回にですね、やることができると。こういったですね、2個を使って4つを同時に計算するというですね、ちょっと特殊な計算をします。で、今回のですね、量子コンピューターを使った金融シミュレーションはですね、少ない計算回数で答えを求めることができるということが理論的に分かってまして、これによってですね、金融リスクのシミュレーションを従来よりも高速に計算することが期待されていると。なんでハードウェアがですね、まだ出来上がってないので、理論的にはできてるんですけど、ハードウェア待ちというふうになってます。で、これですね、ちょっと見てもらうとあれなんですけど、普通の計算機ではですね、A×X0 たす B×X1 たす C×X2 たす D×X3 という計算があってですね、ある掛け算をして足し算をする場合には、これですね、X0 から X3 まで4つの数字を使わなきゃいけないと思うんですけど、これですね、量子コンピューターでやる場合には、A×00、B×01、C×10、D×11 というふうに計算をすると、これですね、2個のビット、量子ビットだけで、4つの数字を表すことができるので、4個使うのと同じ計算ができるというふうになります。なので、普通のコンピュータだと4回計算しなきゃいけないのが、4つですね、使わなきゃいけないのが、量子コンピュータだと2個で済むということによって、これが二乗加速ですね。2の2乗が4なので、4が2に減るんで早くなるというふうになっています。で、これをですね、同じように下にちょっと小さく書いたんですけど、8個数字を用意すると、X0 から X7 まで8個あるんですけど、これはですね、000から111までのですね、3個使えば8個の数字を表すことができます。で、こういうふうにしてやっていくと、16個の数字はたった4つで表現できますし、っていうふうにして、16が4になるっていうふうにして、どん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 ですね、差が開いていくと。で、こうすることによって、この単純な計算を金融リスクシミュレーションに応用することによって、まあ、非常にですね、二乗加速と呼ばれる高速化を実現したいと。というのが、今回のですね、量子振幅推定という計算になります。で、現在ですね、こういった計算は国内の金融機関ですとか、米国の投資銀行主体でなっていまして、やはりですね、未来的な量子コンピューターだけじゃなくて、今エラーがある段階で計算したいということで、オプションプライシングユーズインクォンタムコンピューターですとか、アンプリチュードエスティメーションウィザートフェーズエスティメーションなどですね、国内外の金融機関がこぞってですね、この理論をやっています。で、今後の展開なんですけど、やはりですね、より効率的な計算方法、量子コンピューターが出来上がってから計算するんじゃなくて、今ある量子コンピューターを使ってエラーがあっても計算したいということで、
ゴールドマンサックスさんですね、最近プレディクトクォンタムコンピューティング5 years away from use in markets と書いてあるんですけど、今のコンピューターで使えるような理論をですね、突き詰めることによって20年30年後ではなくて、まあ、5年後に使いたいというふうなことによってですね、まあ、どこの会社がこういった量子コンピューターのアルゴリズムを使ってですね、リスクシミュレーションをするかというのが、まあ、一つのですね、レースになってますんで、まあ、今後もですね、ハードウェアの進展と、こういったソフトウェアの改善によってですね、どうやってなっていくかっていうのを、まあ、期待したいと思います。はい。じゃあ、量子シンプルスイートに関しては、まあ、以上になります。ありがとうございました。はい、皆さん、こんにちは。田中香織です。フランスの量子金融のスタートアップの、クォンティファイのカントリーマネージャーをしております。本日はこのような、紹介の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。それではまず私の自己紹介を簡単にいたしたいと思います。私は様々な業界でいろいろな職種を経験してきましたが、金融業界では野村証券でストラテジストアシスタントとしてリサーチしたり、MUFG では海外送金の部門で働いたこともありました。で、そういう金融業界の背景があったので、2019年にクォンティファイの経営陣が日本市場開拓のために来日していたんですけれども、その時たまたまフィンテック協会の4周年記念パーティーがありまして、そこで私がはーいと声かけたら、見事にこのカントリーマネージャーの仕事をゲットしたということですね。で、この話はいつか別の機会に、またお話しするかもしれません。さて、クォンティファイの会社のご説明に移ります。クォンティファイは2019年のちょうど今ぐらいの時期ですね、7月にフランスのパリで設立されました。で、共同創業者のケビンはアメリカ人なんですけれども、彼はニューヨーク出身でウォールストリート出身のバンカーです。バンカーでした。それで、クォンティファイ自身は金融、量子金融のアルゴリズムの開発とかですね、あと大学や企業との共同研究、プロジェクト、それから人材教育のためのトレーニングコースの提供をしています。で、この後、ケビンによる紹介動画が流されるんですけれども、そこでは金融機関における量子コンピューターへの取り組みとトレーニングプログラムについてっていうものをご説明いたします。で、またサンプル動画としてこのトレーニングコースのプロモーションビデオがあるんですけれども、それも同時に流れますが、こちらは日本市場向けに日本語の字幕をつけています。で、実際のコースもですね、同じように字幕がつきます。で、もともとは BNP パリバで先方に赴いてライブでトレーニングをバンカーたちにやっていたんですけれども、社内に量子コンピューターがわかるとかできる人材っていうのが非常に少ないのが課題だったんですね。で、日本に限らずフランスだけでなくヨーロッパ、まあアメリカでもそうですけど、まあ大体同じような状況です。で、このライブでのトレーニングが予想以上にニーズがあったので、そうですね、オンラインのプログラムを作ろうかということになって、実際に、もうすでにローンチしています。それでは、ケビンから、ちょっとご紹介をさせていただきますので、ビデオをお願いいたします。Today, I would like to talk about how banks, insurance companies, and security firmsCan get started in quantum computing research, what some are calling the quantum journey or the quantum way. As background, my professional experience is primarily in banking with experience at commercial and investment banks, mostly in the US and Japan. Although I am not a scientist, I have learned over my years that computational science is increasingly a critical tool for financial service firms.The promise of quantum computing for finance is understood to consist of new and improved algorithms for financial applications that can make financial investments not only more profitable, but also less risky. This can theoretically be achieved by the exponentially faster speed of quantum computers combined with the hope of improved accuracy. So without further ado, here are some options. If your firm has just begun or is about to begin its quantum journey,There are a number of options to get you started. Option one,
create an internal team of quantum scientists dedicated to a combination of fundamental and applied research, in which the goal is to develop applications that are proprietary to the firm. The positives of this option, if successful, it provides a strong competitive position for your firm, gives your firm a strong ownership position in intellectual property, and allows your research to be formed in a more confidential manner. The negatives, however, are that this option requires significant investment in human resources as well as training, and will take a number of years to fully develop, which may put you behind the curve compared to some of your competitors who have already started their journey or will take more of a fast track approach to getting up to speed. This option is the one chosen by a very few large financial institutions who are global market leaders, who have the available resources and seek to maintain or enhance existing competitive advantages. A second option is to create an external team network by hiring a senior quantum scientist to lead collaborative research with universities and private research firms that are specialized in quantum finance. The positives of this option is that it is a faster approach in the quantum journey because you are benefiting from the research already done by your collaborative partners. It is potentially more cost effective than the first option, especially from a headcount perspective. It offers more flexibility and more ability to share in intellectual property and in published research. The negatives will take a number of years to fully develop. You need to share IP ownership. You lose some control due to outsourcing to the third party. This option could be preferred by financial institutions looking to catch up to competitors further along in their quantum journeys, or simply want to limit internal headcount. Option three, create a consortium of financial firms to share in research. Possible collaborations could include sponsoring a quantum finance lab affiliated with a university, sponsoring PhD programs in quantum finance, sharing in research IP and co-authoring papers. Positives of this approach is that it is a faster approach than option two due to sharing of research with financial service companies operating in different markets. For example, a North American bank could partner with a European bank or a Japanese bank. It's also less costly than other options due to the cost sharing. Negatives, you need to align research topics, otherwise known as use cases, to satisfy each firm separately. You do lose some control. You need to share IP ownership. This option, however, could be preferred by medium-sized regional banks who do not compete globally and therefore are willing to collaborate with other financial institutions in other market areas in which they do not compete. To be clear, these options are just a few ideas among a universe of many ideas and are not related to the types of research or the methodologies to be used. The decisions of what to focus one's research on is a separate issue. In terms of those steps, then, I offer the following suggestions, as in general, the quantum journey could be similar for many firms. So the steps in the quantum journey, once you've established the foundation and the network, is to hire a quantum scientist. I strongly recommend this as someone as senior as possible. Survey the scientific talent in your firm to determine where the expertise lies and then create an internal team. Find an academic advisor who can lead research at the university level in topics specific to financial services. Invest in professional training for existing and new employees. Assist employees in seeking academic training, such as master's degrees and PhD programs. Determine which research topics to prioritize in order to be most efficient. Develop and test available algorithms on an evaluative basis. And then look to both classical and quantum applications that could improve performance over both the short term and long term.
collaborate with universities or research firms to experiment with those algorithms that show some promise of success. And lastly, develop collaborations with a variety of hardware providers. At this stage in the development of quantum applications in the field of finance, I would not say that any firm is running out of time. In fact, the science in quantum finance still has a long way to go, in part because the machines that can prove quantum advantage do not really exist today. So quantum advantage in the field of finance remains rather elusive for now. That condition will change, however, especially when we enter what's known as the post-NISQ era, a reliable, scalable quantum computer. Given the competitive nature of financial services, then, I strongly recommend starting your quantum journey now, recognizing that with the proper strategy, catching up to competitors who are no more than a little ahead of the curve should not be a major obstacle. By starting with cost-effective expenditures in training and collaborative research, the future will hopefully become clearer for each of you with each passing month and each passing year. If I could end this presentation with a quote from the late American president, Franklin Delano Roosevelt, we have nothing to fear but fear itself. Good luck to each of you in your respective quantum journeys, and I hope that I will see you somewhere along the way. Thank you. Quantum Algorithms for Computational Finance is an advanced course in the emerging field of quantum computing in finance. This course is meant for all those quantum enthusiasts who are familiar with the concepts of quantitative and computational finance and look to broaden their skills in exploring the applications of quantum computing in the financial sector. Throughout this course, you will discover how quantum computing can be applied to solve computational problems in finance. This course will provide you an insight of various quantum algorithms that can revolutionize Monte Carlo calculations for derivatives pricing, risk management, portfolio optimization, and machine learning. You will learn how to apply arithmetic operations, Fourier transformations, and simulate random variables in quantum settings. This course will develop an understanding in the fundamental numerical primitives required for implementation of quantum algorithms on quantum computers to perform computations using Python. This course will cover a number of quantum algorithms that can improve computational efficiency, accuracy, and addressability for its use cases in computational finance. You will gain familiarity in Grover's and Rudolph's algorithms, quantum amplitude estimation algorithm envisioned as a quadratic speedup over classical Monte Carlo simulations, and quantum algorithms for combinatorial optimization, namely quantum approximate optimization algorithm, variational quantum eigensolver, and last but not least, quantum inspired optimization algorithms. Quantum computing is proving to have an advantage over classical computing for addressing the problems involved in simulation, optimization, and machine learning in the financial services. Thanks to this course, you will be able to step into this new computation era and join the world of quantum computing in finance. はい、ケビンありがとうございました。簡単にまとめますとですね、ケビンから、量子金融をスタートする3つの方法をご紹介いたしましたが、まあ、いずれにしても金融業界では専門の人材を雇う必要があります。で、既存の社員とか、新入社員を教育する必要もあって、大学で研究をリードするアカデミックアドバイザーを得ることも非常に重要です。では、具体的に日本でのトレーニングプログラムの提供についてご説明いたします。で、これはですね、すでにこのトレーニングは今年から、販売が開始しています。で、e-learning プラットフォームを持つイギリス・スコットランドのキュレカという量子スタートアップのサイトで販売中です。で、このトレーニングプログラム、Quantum Algorithm for Computational Finance
日本語で言うと金融計算のための量子アルゴリズムというコースは、お値段が800ポンド、約12万円ですね。で、ターゲットですけれども、銀行や証券会社などの金融業界にいるデータサイエンティスト、それからクォンツのなどの方々を対象としています。もちろん管理マネージャーとかそういう方も、受講していただけます。で、基礎からスタートして、金融業界での分析のニーズにどのように応用できるかということを学んでいきます。で、合計40時間で終了するように設計されていますので、約半月ほど勉強することになります。まあ、これも、人によると思いますけれども、大体目安としてこういうことになっています。で、ですね、日本市場向けのものとして、今、字幕を準備中です。で、これはブルーキャットさんの本当に多大なるご協力を得て進行中です。で、字幕版はブルーキャットさんのウェブサービスで提供しますので、皆様はブルーキャットからクリックすれば、そのままキュレカのウェブサイトに飛んで決済して、すぐに e ラーニングの環境が整った状態で学習を始められます。で、何かこのトレーニングコースやその他のことで問題が生じたりすれば、もちろんフォローさせていただきます。で、最後にちょっと締めくくりになりますが、今後、クォンティファイはですね、フランスを中心とするヨーロッパだけではなくて、アメリカ、日本を中心にさらにグローバル展開をしていきます。で、フランスは今年の初めにマクロン大統領がクォンタムプランというものを発表したんですけれども、これはですね、今後5年間で量子技術に対して18億ユーロ、だいたい2370億円を投資するといったもので、私たちクォンティファイもそのバックアップも得ながら活動していきます。もちろん私どもに投資したいというお話があれば喜んでお受けしますので、ぜひご覧ください。で、日本での金融業界の企業様や大学、もしクォンティファイと一緒に量子金融のアルゴリズムを開発したいとか、共同研究をしてみたいとか、そのテストをしてみたいとか、それからトレーニングプログラムをまずはちょっと導入したいと思っているんだけれどもということがあれば、いつでも私たちの方にご連絡をください。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。じゃあ、続きましてですね、東京大学量子ソフトウェア寄付講座の設置についてちょっと ご説明をさせていただきたいと思います。成り立ちはですね、もともとですね、量子コンピューター業界非常に競争が激しいですので、まあ、量子コンピューターを使う場合にですね、その企業単体でやるっていうのはかなり難しい問題になってきています。全世界でですね、非常に多くの投資を受けて、日本だけでなくて、そのオーストラリアですとか、欧州、アメリカ、カナダですね、非常に競争力があるものが出てきています。で、まあ、きっかけはですね、まあ、非常にシンプルなんですけど、まあ、友達ですね、アメリカの会社でザパタコンピューティングっていうところがあって、まあ、ちょっと遊びに行ったんですけど、まあ、その、まあ、ボストンですね、まあ、非常にハーバード大学や MIT があって、まあ、非常に進んだ街でして、まあ、量子コンピューターの最先端の街ですね。で、まあ、そこに行った時に、やはり日本として、まあ、何ができるかっていうと、まあ、そのレベルとしてはですね、やはり東京大学ですとか、その日本の大学でも十分ですね、量子コンピューターの技術が世界に通用するんじゃないかという手応えを得まして、まあ、そこからですね、量子コンピューターの人材育成という考え方で、まあ、東京大学の寄付講座というのを立ち上げまして、まあ、非常にですね、賛同いただきまして、非常に、まあ、特にですね、日本総研さんに非常にお世話になりまして、無事ですね、東京大学の方に立ち上がることができました。で、概要はですね、量子コンピューターの人材育成を企業連合と東京大学で行っていくということで、学部生、大学院生、そして社会人向けのですね、講座となっています。で、東京大学はですね、量子イノベーション拠点のうちのですね、企業連合の利活用に指定されてますので、こういった企業群と東京大学が組むことによって、量子コンピューターをですね、活用することができます。で、協賛企業はですね、全部で9社ですね、ここにちょっと書いてあるございます企業さんから成り立ってまして、人材育成ですとか R&D と東京大学の連携を目指しています。
で、東京大学はですね、大学院理学系研究科に設置していただいてまして、知の物理学研究センターと連携してですね、量子ソフトウェアというものを作ってまいります。そしてですね、最終的には専門の講座を通じて、学部生、大学院生、社会人にですね、量子機械学習ですとか、量子アプリケーションの最先端の知見やスキルの獲得と、あと社会実装における課題を解決するということで、社会へ還元を進めるというふうになっております。期間はですね、2021年からですね、2024年までとなっていまして、まあ今はですね、まあその後も継続をしたいなと考えています。で、量子コンピューターによる新しい量子機械学習手法の研究ですとか、量子アプリケーションの開発を目的として、まあ、2021年から2024年に量子ソフトウェア寄付講座を設置と。で、大学院の理学系研究科と設置して、まあ、知の物理学研究センターと協力して推進ということで、まあ、東京大学の本郷キャンパスの理学部1号館に設置してございます。で、行うことはですね、アプリケーションや利活用を中心に行ってまして、まあ、量子コンピューターのアプリケーション、AI のアプリケーション、既存の計算機をですね、量子着想のアルゴリズムですとか、まあ、人材育成を中心となっています。で、特にですね、本、寄付講座の特徴はですね、情報圧縮に役立つテンソルネットワークや情報抽出を行うサンプリング手法ですとか、あと新しい量子機械学習手法、量子アプリケーションの開発、そして既存コンピューターにおける大規模シミュレーションにおける量子コンピューターの背後に潜むですね、物理の理解ということで、まあ、最先端知見の獲得を目指して社会実装における課題の解決及び量子ネイティブな専門人材育成を目標に掲げているということがあります。で、もちろん企業のですね、利活用も大事なんですけど、やはりあくまで大学ですので、まあ、寄付講座ということで、日本のですね、まあ、最先端の研究をですね、サポートするということで、こういったですね、物理学のですね、まあ、知見、理解ですね、新しい発見をするというですね、まあ、知をですね、追求する面白さというのをですね、各企業さんに非常にですね、好評をいただいております。で、人材育成はですね、セミナーですとか、あと学生向けの授業を通じて、あと社会人向け講座ということで、東京大学の学生さんだけではなくて、一般の社会人向けもですね、まあ、シンポジウム形式ですとか、あとセミナー形式ですとか、あと社会人向け講座という形で行ってまいりたいと思っています。で、2021年はですね、まあ、試行的な位置づけということで、まあ、トライアル期間というなってまして、2022年からですね、本格的に講座を開始するとなっています。で、協賛企業さんもですね、まあ、実務に関する情報の提供を通じて、まあ、社員の人材育成の場として活用することができるというふうになっております。で、あとはですね、まあ、企業と大学の共同研究というのも非常に大事なテーマになってまして、まあ、今回の寄付講座はですね、寄付ですので、まあ、大学の研究や教育をですね、まあ、広く推し進めるということが目的となっています。また個別のですね、企業さんが共同研究を行いたいといった場合にはですね、知財の問題ですとか、人材の問題っていうのは出てきますので、こちらはですね、寄付講座に加えて、まあ別途でですね、量子コンピューターや金融計算、そして物理学分野のアプリケーションにおける共同研究が可能となってまして、まあこちらですね、まあすでに企業さんごとにですね、要望が出てまして、東京大学様の方と、まあ個別に対応というふうになっております。で、実はですね、最近非常に問い合わせが増えているのは、まあ、追加参画となってまして、立ち上げのですね、協賛企業は、今回、金融のですね、金融に関わる企業さん中心となっています。で、追加参画企業ですね、希望さ、追加参画の希望企業様っていうのはですね、金融に限らず、まあ、協力企業という形で参加が可能となっています。で、最近はですね、協力企業として、まあ、追加参画ではですね、材料計算ですとか、まあ、製造業ですとか、まあ、金融に限らず、まあ、あらゆる量子コンピューターのアプリケーションを作りたい、そして東京大学様と、まあ、連携したいという企業様の、まあ、追加参画が、まあ、決まってきております。で、今後ですね、こういった企業連合という形で、広くですね、社会の利活用ですね、東京大学様の、まあ、教育や研究とですね、まあ、連携しながら進めていきたいと思っております。で、寄付講座については以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、金融機関の動向を見ていましても、世界の、上位の金融機関はほとんどがこの量子コンピューターの分野で何らかの研究を行っているという状況が生まれています。まあ、これはやはり、技術の変化が激しくなってきているということで、実際に使えるような状況になってから研究を始めたんでは
間に合わないというような危機感が当事者の人たちにもあるんではないかなというふうに思います。まあ、我々もこうした、量子コンピューターの分野での取り組みについてお知らせする、機会を、まあ、定期的に設けていきますので、できれば、皆さんもいろんな新しい取り組みがあれば、お知らせいただければと思います。ということで、港さん、田中さん、今日は本当にありがとうございました。また、量子コンピューターについての理解が一歩進んだんではないかというふうに思います。それではまた、フィノラボから、こういう形で、定期的にお届けしますので、またお目にかかるのを楽しみにしています。まあ、次回になりますか、次次回になりますか、会場の方に、足を運んでいただける日が来るのを楽しみにしています。まあ、それまで皆さん、お体大事にお過ごしください。ありがとうございました。